512BB に屈する結果となったタイムアタックバトル。敗北の要因は燃焼セッティングが完璧ではなかったことにあるようだ。コーナーリングでは期待以上のパフォーマンスを見せてくれたカウンタックなだけに、まだまだ可能性を秘めての結果と言えよう。